こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、11月から12月中旬まで使える、大人の手抜きコーデ、参戦というテーマでお届けをしたいと思っています。実はこれぐらいの季節って結構着るもの迷う方が多いかなと思うんですね。というのも、晴れていれば結構暖かいので、秋の着こなしでもいいかなと思うんですが、一方で雨降ったりすると結構寒いので、秋の延長線上よりは冬の着こなしの方が まあ本当に冬になってしまえばダウンとコートがあれば結構それだけでシンプルにまとまるんですがこの中途半端な季節が意外と難しかったですので今回の動画では具体的に気温に応じながらですね3つぐらいのコーディネートを皆さんにご提案していきたいなと思っていますまた僕の動画のコンセプトとしてはなるべくですね再現性が高くて手抜きをしながらおしゃれを楽しむというところが 根底にあるんですね。それは僕自身の性格をよく表しているんですけども、おしゃれは好きなんだけども、めちゃくちゃ凝ったスタイリングをしたいというわけではなくて、日々快適に過ごせたいだとか、まあ、そこそこおしゃれに見えれば十分でしょうと思うところがあるので、まあ、そういったところをちゃんと反映しながら、手抜きで再現性高く皆さんに動画をお届けしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、早速ですね、一つ目の11月から12月初旬までに使えるですね、大人の手抜きコーデ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まずはですね、そんなにまだ寒くないよという時ですね、11月後半ぐらいまででも晴れれば結構この日こなしでいけるかなと思うんですが、今年の僕の動画の中では、割とですね、丈の短いアウターをですね、ご紹介することが多かったと思うんですね。まあ、その中でも今僕が着てるようなデニムジャケット、 僕ら世代にとってはすごく懐かしくもあり、定番的なものでもありつつ、今年は結構旬なアイテムとして、いろんなブランドからリリースされてるんですが、こちらをちょっと軸にしてコーディネートを組んでみました。僕が今着てるのは G ニックというブランドのもので、まあ個人的にもすごく気に入ってよく着ているものなんですが、これはですね、先日ご紹介した今季のユニクロのデニムジャケット、あれもめちゃくちゃ仕上がりがいいので、そちらを使っていただいても全然構いません。 こちらを主軸としながら内側には11月ぐらいだとやっぱりこういったニットですね。大人っぽくて上品さのあるような丸首系のニットを合わせると、まあ、ちょうど基本的には過ごしやすいんじゃないのかなと思っています。僕が今着てるのは先日もコラボレーション動画でご紹介しましたがグリーンレベルのハミルトン・ラムツールのですね、ニットなんですが ちょっと首元が高めになってるんですね。クルーネック以上、モックネック未満ぐらいの首元なので、まあ、第一ボタンを開けた時にも、しっかりと襟元が見えて、ここも一つのですね、アクセントになるかなと思うんですね。丸首のニットもいいんですが、それよりもちょっと高いことで、首周りがちょっとこう、立体感があって、綺麗めに見えるので、まあ、これぐらいの季節にはモックネックだとか、やや高めのクルーネックが使いやすいのかなと思っています。そして、このようないちゃんよりも、 ニットののがが少し丈が長くなるのでこのようにちょっとですね、裾口ぐ力見えてるのも、かえってバランスがいいかなと思うんですね。竹の短いアウターというのは、結構カジュアル見えするので、そのあたりは、ニットの長さだとか、あとはシャツを合わせて着ることで、少し出してあげることで、意外とバランスが取りやすかったでするので、ぜひ皆さんもですね、こういったニットの着こなし方は、取り入れていただきたいなと思っています。まあ、上半身がちょっとこのデニムの色もですね、濃いので、今回は、オフホワイトですね、 こういった色を取り入れましたが、他には、これも先日ご紹介しましたが、ちょっと差し色的にマスタードを入れてもらっても意外とバランスが良かったでするので、そのあたりは好みに応じて使っていただきたいなと思います。まあ、黒だとかネイビーだとか濃い色でまとめるのも悪くはないんですが、ちょっと全身が暗くならないように明るめのトップスでまとめてあげると意外とハマりがいいんじゃないのかなと思っています。で、ボトムスはですね、これも随分前に買ったものなんですが、ユニクロ U のレギュラーフィットテーパードですね。 これまたなんだかんだで使いやすくて、また冬に引っ張り出してきて履いてるんですが、まあ、デニムジャケットの着こなし、結構ですね、タイトにまとめる方もいらっしゃるんですが、今っぽく少し緩めに振ってあげても、意外と今の時代の雰囲気と合いやすいので、僕はちょいゆるぐらいのサイズ感がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ユニコーンのタックテーパードパンツだとか、スマートアンクルパンツなんかでもいいと思いますし、まあ、細身のシルエットが好きな方だったら、感度パンツとかでも全然構いませんので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、ブラック系のパンツで引き締めてあげるのが、 一番手抜きで使い勝手がいいんですね。ほぼですね、僕は毎日に近いぐらい黒ばっかり履いてるんですが、それはもう楽で時短ができるからなんですね。まあ、こういった形でパンツを合わせていただいて、あとは足元ですね。今回は、 ちょっとこう旬な雰囲気が出るように、ニューバランスのスニーカーですね。グレー系のものを合わせてみました。まあこういったもので少し明るさを出してあげると、まあ全体のバランスが取りやすいかなと思います。このスタイリングはめちゃくちゃ簡単ですし、比較的いろんな方に似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんも時短コーデとしてトライをしていただきたいなと思っています。 続いて2点目のですね、手抜きコーデなんですが、今度はですね、主役になるのがこちらのですね、ダウンカーデですね。これを使っているわけなんですが、僕はこのようなアウター大好きで、去年めちゃくちゃこれ着倒しましたね。こちらはノースフェイスパープルレーベルとグリーンレーベルがですね、コラボレーションして作ってるアイテムなんですが、 これめちゃくちゃ良くて、すごくですね、12月の中頃、もっと先かな、12月いっぱいぐらいまでは、ガンガンに北をしましたね。そんなにですね、厚みはないんですが、一応ダウンが入ってるので、そこそこ暖かいのと、重ね着さえしてしまえば、意外とですね、暖かくて、12月いっぱいぐらいまでは着れてしまうんですね。しかも、着丈が短いので、意外とですね、これ着たまま移動もしやすくて、車だとか、あとは電車だとか、そういった時 こののにすすごいいい便利なながこういったキルティング型のです、ね、ジャケットかなと思います、まあ、同じものは今季は売っていないんですが、例えばエディフィスオリジナルのものかなそれでもキルティングジャケットすごくかっこいいのがあって、なおかつ値段も1万5 0円以内だったと思うので、まあ、そちらで代用してもらいたいなと思うんですが、一つあるとめちゃくちゃ便利なんですよね。襟型としてはこのようなノーカラーでちょっとカーディガン型みたいなものが 意外と使い勝手がいいんですね。例えばですね、丸首のニット、先ほどもご紹介しましたが、こういった シンプルな綺麗なニットと合わせてもいいですし、ちょっとカジュアルに拭いたいのであれば、今の僕のようにパーカーですね。僕はパーカーの合わせが一番好きなので、このようなダウンカーデと内側。これもですね、去年購入したビューティアンドユースのオリジナルのパーカーなんですね。生地がですね、ニット地になっているので、割とこう上品見えするんですね。これ今年もですね、同じシリーズで展開しているので、リンク貼っておきたいなと思います。肌触りがすごい柔らかくて、なおかつ サイズ感もちょっっとゆったりこのなんか二つのですね、相反する綺麗なんだけどゆったりめで今っぽいってところがすごくバランスのいいパーカーになっているので、まあぜひ皆さんもこちらチェックしていただきたいなと思うんですが、このようなキルティングジャケットとフード付きのパーカーで少しカジュアルに振ってあげるというのはすごくバランスがいいかなと思うのでお試しいただきたいなと思います。で、このアウター自体がブラックなのでボトムスはですね、これ 遠くは見るとブラックに見えますが、チャコールグレーですね。 こちらは今季購入しました。アーバンリサーチがグラミチに別注かけたやつで、ローアーケースもですね、デザインの監修されているということで、これが個人的にめちゃくちゃ気に入ってまして、最近もよく履いています。まあ、いわゆるですね、ワイドテーパード型というところでは、タックテーパードパンツ、ユニコーンモート、そこまで雰囲気は変わらないですが、素材の質感すごくいいです。ウールが入っているので、表面の上品な光沢感と、あとは色合いですね、チャコールグレーの深い色味がすごく気に入っているので、こういったブラックと合わせても違和感な なく馴染んでくれるかなと思います。全身結構黒使うことは僕は多いので、まあ、シューズは今度はジャーマントレーナーというところで、ホワイトで少しだけ明るさを足してあげました。この着こなしも時短ですぐにできると思いますし、割と大人の男性であれば似合う方も多いと思うので、ぜひ気軽にトライをしていただきたいなというふうに思っています。 はい、続いて3点目の着こなしなんですが、先ほどまでですね、ちょっとカジュアルな着こなしが続いたので、ちょっと綺麗めな方向に振ってみましたが、いかがでしょうか今回着てるのはですね、こちら、チェスターコートですね。まあ、先日ですね、グリーンレーベルさんとのコラボ動画で出しましたが、このちょっとラグラン袖が新鮮なステンカラーコートとチェスターコートをうまくミックスさせたような、ややですね、ゆったりめのチェスターコート。これが僕はカジュアルにはめちゃくちゃ使いやすいなと思って たので今回はモカですねこちらをですね実際に着てみましたサイズは M ですね結構皆さんのコメントで着る時にサイズを教えてくださいというのが多かったのでこれからちゃんと言うようにしたいと思います、まあ、こちらを着用しながらですね内側にはですねまあまだ本格的な冬というところまでいかないのでバンドカラーのシャツをですね合わせましたこの下にですね T シャツとかを着れば割とですね12月中旬ぐらいまではこの着こなしてもいけるかなと それ以降ののの場合はは丸首ニニットとかモックネックのニットトとととととかかかモククネを着るる、まあ、もううちょっと先ででですすね2月ぐらいいまけな思んがこのぐらいのライトな着こなしをちょっと作ってみました。この下に着てるシャツは今季の GU のもので以前この動画の中でも解説したかなと思うんですがこのグレーのミディアムの感じですねこれすごく色味がいいなと思ったので今回はこちらを着ました。モカというカラーがちょっとベージュとグレーが混ざったようなところもあるので で、このようなミディアムグレーとの繋がりが結構良かったんですね。まあこういった形でシャツとアウターを合わせてもらうと一つ便利かなと思っています。で、ボトムスなんですが、もういつもだったらね、ブラックだとかダークグレーで合わせてはい終了っていう感じなんですよ。今回もそうしようと思ったんですね。まあそちらの方が個人的には気軽でいいかなと思ったんですが、今季は割とですね、今僕が履いているようなホワイトだとかオフホワイトのような明るいパンツがちょっとじわりじわ 味わりと来ていまして 秋冬の暗くなりがちな着こなしの中に投入することで、ちょっと明るさを出すだとか、鮮度の高い着こなしに持っていくというのも、一つバランスがいいかなと思うので、今回はこちらを合わせてみました。最近購入したばかりなんですが、こちらビューティーユースですね。こちらのオリジナルのもので、フィット感がちょっと緩めなんですよね。タックテーパードパンツよりもさらにゆったりで、腰回りはですね、結構ゆったりで、このようなイージータイプですね、になっていまして、紐で調整ができると。で、腰回り、 周りだとかあとは桃周りにはゆとりがありつつもしっかりと膝下はテーパードをややかかっているぐらいですかねなのでまあ、だらしなく見えない程度の太さになっているので僕は根気的な白パンとしてはこれぐらいのものが1本あっても便利なのかなと思っていますまあ白パン自体ちょっとキザがあってなんか気恥ずかしいなという方も少なくないかなと思うんですねまあ、僕自身今まで本とかでも散々白パンをお勧めしてきましたがやっぱりですね小綺麗に見えるのでちょっと気恥 恥ずかいさっって僕の中にもあったりはすするんですがこのような超ゆるサイズのものだと割と小綺麗な感じがありつつもキザになりすぎないのでバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、このような白パンに合う靴なんですがブラックの靴も悪くはないんですけど白と黒でパキッとコントラストが強いよりはまあ滑らかに繋げてあげるぐらいがいいかなと思うのでニューバランスのミディアムグレーぐらいの色合いがすごくバランスがいいかなと思います。全身見てもちょっとグレー感のあるもので揃えてるので え、ニューバランスのですね、ミディアムグレーのスニーカーを合わせました。白パンと結構ニューバランスのスニーカーって、僕の中ではすごく相性がいいなと思っていて、白パンの持つ小綺れさ、でも失敗するとキザっぽく見えるところを、ニューバランスのダサ格好さでうまく中和してあげるというのは、意外と使いやすいコーディネートかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、こういったスタイリングも参考にしていただければなと思っています。まあ、コートのスタイリングもね、このようなバンドカラーシャツで白パンで合わせると鮮度が高くなるので、ま、ぜひ一つの参考として、 皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では11月から12月初旬にかけて活躍するような 大人の手抜きコーデということで、皆さんに具体的にですね、3つご紹介させていただきました。まあ、僕自身ですね、日々こうバタバタと生きてるんですね。動画を撮ったりだとか、スタイリングをしたりだとか、2児の父として子供たちと遊んだりだとか、本当に日々バタバタしてるので、自分の着こなしについてですね、よく考える時間があんまりないんですね。ですので、今回動画を撮りながら、そうか、こういった形でやればいいんだなというふうにですね、改めて僕自身実感をしました。ぜひですね、おしゃれ 彼を楽しみたいけどそんなに時間をかけたくないんだよなとか時短を考えたいんだよなという方はですね今回の動画を一つの参考にしながらぜひ本格的な冬前の着こなしを楽しんでいただければなと思っています これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説は、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構分厚めに解説をしています。週4本のペースで動画を配信してまして、1本あたりだいたい20分から30分ぐらいの大ボリュームでお届けしてるんですね。普段の動画とは違って結構ラフな雰囲気でやってますし、本 ででお届けしますので気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。 また、僕もそうなんですけど、なかなかゆっくり動画を見る時間がない方もいらっしゃると思うんですね。そういった方のためにですね、オンラインサロンというものも開催をしています。そちらの方では、もうなるべくコンパクトに、文章と写真ベースで、だいたい1分ぐらいで読めるような分量で、おすすめのアイテム、コーディネートをご紹介しています。僕の方でも1日に2、3回ぐらい投稿をしていまして、あとはですね、僕以外のスタイリストさんも投稿していますし、あとはサロンに参加されている方も発信することができ できるので結構ファッションの集まりとしてはワイワイと楽しむことができるかなと思うのでこちらも気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに